グラビアに挑戦。グラビアに挑戦。ありました。はい。挑戦した理由って何だったんですか？理由はもうさすがにこう主婦タレントとしても離婚してからなんかこうもう一つぐらい仕事が増えるためになんか挑戦したいなっていうのもあったし、で20年ぶりっていうのもここはタイミングでいいのかなと思って、ね、区切り的にね20年っていう。そうなんですよ。で結構ヨガとかダンスとかで体も絞ってる時期だったんで、なんかこう女性の方が見てもこうファッショナブルな感じとかでできたらいいなっていうので。それオファーですか？オファーですよね。どうですかっていう。オファーいただきましたね。やっぱギャラ良かったでしょ？この時のギャラはでも聞かん方がいいかな。なんかいや聞くよ。どうする3万ぐらいでやってたの？いやこの時のギャラはいや本当にそうなんですよ。あのプレステ5が買えないぐらいの。え本当には、はい、売上に応じて入ってくるってことですか？いやあの雑誌のグラビアな。そうなんです。グラビアだったんで写真集ではなかったんですよ。写真集だとまた契約料とかじゃないですか。うん、6ページぐらいのグラビアだったんで、はあ、あの雑誌と一緒でそんなにこう高く、安なかったです。俺出したらないやな。おい新山千春なめんなよ。プレステぐらいのお金やったら出せるから。なんでプレステ代お前が払って新山さんがお前の前に来わけ。 YouTube で見られるのはここまで。アベマなら銭たちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。